アイドルグループ乃木坂46の斉藤飛鳥、星野美波、堀未央奈、山下美月、与田祐希が9日都内で行われた20歳の献血キャンペーン記者発表会に出席。斉藤の顔の小ささについて堀が、誰もかなわない、人類は隣に並んじゃダメですと話す場面があった。同キャンペーンは新たに成人を迎える20歳の若者を中心として広く国民に献血に対する理解と協力を求めることを目的に1月1日から2月28日に実施。新キャンペーンキャラクターに乃木坂46の斉藤、星野、堀未、山下、与田が就任し、5人が出演する新テレビ CM エール編が1月より全国で放映されている。昨年8月に20歳を迎えた斉藤は、今までは献血が自分の生活とは強く結びつかないと思ってしまっていたんですけど、今回キャンペーンキャラクターに就任させていただいて、そうではないと気がついたので、私たちを通して、皆さんにも献血についていろいろと知っていただけたらなと思いますと意気込みを語った。斉藤は CM やメインビジュアルなどでセンターに立ち、他のメンバーより一歩前に、報道陣から顔が小さいから?という質問が飛ぶと、いやいや、気のせいです。幻覚です特徴。星野は、さすが、小さい。堀は、誰もかなわない。人類は隣に並んじゃダメですと話して、笑いを誘い、他のメンバーもうなずいていた。